皆さんこんにちは。茨城県知事の大岩和彦です。今回は医療従事者の方々に対する応援金の基金の話でございます。こちらにございます通り、寄付の受付を始めました。こちらの基金はコロナ対策のためにですね、日夜病院で戦っていらっしゃる医療従事者の方々に1人の患者にあたり100万円の支援金を病院を通じてお渡しするというものでございますが、ぜひですね、皆様のうるっての寄付をお願いしたいと思います。なるだけ早くですね、医療従事者の方々に応援金を渡したいという趣旨から、5月11日からですね、県の予備費を活用して応援金の交付を開始いたします。ですが、ぜひ幅広い方々からですね、寄付の申し込みいただけると大変ありがたいと思います。ぜひ皆様一緒になって、戦ってらっしゃる医療従事者の方々を応援しましょう。よろしくお願いいたします。